よ。さて、七夕恒例行事、僕たちそして DJ スタッフの願い事を短冊に書いてみましたよ。はい。ということで、ね、まずは我々からですね、発表したいと思います。紹介していきましょう。どちらから行きましょう。いいですか？まずは、はい、どうぞ、小野くん。私、小野大輔の願い。うん、まず一つ目。デレッツ。全国ツアー。おう、何の？もう、MOB のですよ。おう、バンドといえばやっぱ全国ツアーか。バンドといえば全国ツアーをするものですよ。うん、武道館に帰ってくるみたいな？あ、じゃあそれにします、それ。じゃあそれ。はい。あ、じゃあ、神谷さん、続きまして。はい。ブルッツ。ブルってきたね。不老不死。随分とすごい、不老不死？もうわかんないけど。うーりーつってか、もしくは。人間やめてるよね。20歳若返りたい。もう、これ、だいぶ現実的になりましたけど。ちょっと待って、カメさんいくつ？39。39で20若返り。19？ ティーンになりたいの？ハイティーンに。成人前のハイティーンになりたいの？うん。わかんないけど、やみくもに書いてみたい。あのね、諏訪さんにはね、どれも思ってないでしょって言われたんだけど、他に何を書いたかっていうと、アメリカ進出。あとね、アイドルプロデュース。大雑把。カメさん、どれも思ってないでしょって。ぽいこと書けばいいと思ってるでしょって言われて、うん、つっちゃった。でも、願いっぽい、本当に。だろ？人間の欲が出ているもんだって。不老不死って。さあ、小野くん何書いた？あ、僕？はい。あ、こちら。フランスロケ。ああ、今頃ね。ちょうどね。あの、ロケハン行ってるから。エキスポ行ってますから。今、ロケハン行ってるから。もう、フランスはもう。ね、シャンゼリゼ通りをね、カッパする。なるほど。MOB みたいなことできるんじゃないですか。MOB 絡みでフランス行きましょうよ、これ。やっぱ海外音違うっていうかな。そして、やっぱ番組絡みですね。ディアガールペッパー発売。コカ・コーラ・ボトラーズと、あれか？コラボですよ。コラボか。コカ・コーラの皆さん聞いてますかと。ドクターペッパーの D がディアガールペッパーになるんだ。はい、20種以上のフルーツフレーバーって書いてますけど。ディアガールペッパーはもう。何入れんの？ 180 の。180位の。煩悩と同じ数の。煩悩と同じ数のフレーバーが入りますから。フレーバーが入るか。入ります、入る。まあ、ドリアンも入るんだろうな。ドクターペッパーでも何でもねえけどですね。ドリアン入れたらダメだよ。それもうドリアンペッパーになっちゃう。投げた瞬間臭いっていう。ダメだ。ダメですかね。あと最後これ、バラガモン。はい。書いてみました。書いてみたいですね。はい。